ニューヨークエアはかつてアメリカ合衆国に存在した航空会社。1979年当時ニューヨークとワシントン DC の間にはイースタン航空がシャトル便を運航していたがこれに対抗する目的でフランク・ロレンツォにより設立された。1980年12月19日にニューヨーク・ラガーディア空港とワシントン・ナショナル空港を結ぶ。 シャトルビンの運行を開始した。当時運行されていたシャトルビンは予約不要で搭乗でき、機内サービスは省略されるのが一般的であったが、ロレンツォは差別化戦略として事前予約が可能で、機内では軽食を提供するというサービスを展開した。1981年には2月15日にラガーディア空港からボストンへの路線を開設したのをはじめとして、 ローリーダーラム、デトロイト、オーランド、ニューオリンズ、タンパへの路線を開設していった。また、シャトル便需要が減る週末には、機材の有効利用も兼ねて、フロリダへのチャーター便の運行も行った。しかし、アメリカ全土で航空管制管ストライキが発生したことにより、運行の縮小を余儀なくされ、拠点をラガーディア空港からニューアーク空港に移した。 このニューアーク空港には当時格安運賃で知名度が高かったピープルエキスプレスが拠点を置いており当初から苦しい戦いを強いられた拠点を移した年には年間150万人の乗客を輸送したにもかかわらず1100万ドルの赤字を計上した低運賃ではピープルエキスプレスには敵わないと見たニューヨークエアはビジネス客をターゲットとした方針に転換することに なり、短距離路線でもフルサービスを提供するという方策に出た。しかし、この方針転換は裏目に出てしまい、ニューヨークエアの業績は悪化する。ハブ空港をワシントンダレス国際空港に移した上、フィーダー路線の運行を行う方針に再転換することになる。しかし、ロレンツォは1986年2月にイースタン航空を同年6月には ピープルエキスプレスを買収し、競合をしていた航空会社はロレンツォの支中に入ったことになる。これを受けて、同年10月1日には、ニューヨークからワシントン DC とボストンへ運航していたシャトルビンをパンアメリカン航空へ売却した。収益性の高い機関路線を失ったニューヨーク屋は、1987年2月1日にコンチネンタル航空へ吸収合併された。 機内食は、ハーフサイズのフランスパンに、ハムや野菜を詰め込んだ大きなもので、ワインもボトルサービスされるというものであったという。ありがとうございます。